こんにちは方程式チューバーです今お見せしている問題は数学の3数学 B の問題ですこれから問題をお読みいたします読み終えてから20分以内に1番から4番までの全ての問題の回答をされてみてください回答が終わられた方は最後まで早送りをしていただいて答え合わせですわからなかった問題は、えー、細かく詳細を解説いたしますので必ずご覧ください それでは問題をお読みいたします。円 a と円 b と直線 L がそれぞれ異なる点で接しているとする A と L の接点を PA とし B と L の接点を PB とする C1 を A と B と L に接する円とするただし C1 と L の接点 P1 は線分 PAPB 上にあるとするまた C2 を A と C とと C1 L に接する円とするるただし C と L の接点 P は線分 PAPB 上にあるとする。以下同様に自然数 N に対し C の N プラス1は A と CN と L に接する円であり C の N プラス1と L の接点 P の N プラス1は線分 p a るとする。 pn 上にあるとする。a の半径を、small a とし b の半径を、small b とするとき、以下の問いに答えなさい。括弧1、線分、papb の長さを、small a、small b を用いて表しなさい。括弧2、c1 の半径を、r1 とするとき、ルート、r1 分の1を、a、b を用いて表しなさい。括弧3、 Cn の半径を rn とするときルート r の n 分の1を a b n を用いて表しなさい。4.A と b が a プラス b イコール1を満たしながら動くとき cn の半径 rn の最大値を n を用いて表しなさい。またそのときの a の値を n を用いて表しなさい。 図をお見せいたしますちょうど1年前に東京都立大学原稿の名前になりますけれども出題された問題です。それでは今から20分以内にこちらの問題の回答を終えてみるように頑張ってみられてください。では括弧1番の解説です。 PAPB の長さを sm a, small a,small b で表せという問題です、えー。図を少し拡大をしてみました。えー、そして、NA の中心を OA、NB の中心を OB と決めました。さて、半径は、NA、えー、の半径が small a、NB の半径が small b です。今、PAPB の長さを求めなさいというふうに言われていますけれども、NB の中心から、NA の OAPA というところの半径に水線を下ろしてあげれば直角三角形が出来上がりますよねこちらですこちらの斜めの長さというのは半径プラス半径ですから A OAOB B が o A o B の長さ,になりますさてこちらの OAH のこの長さは A の長さから B の長さを引いたものになりますよねということからこちらの式を変形してあげてつまり PAPB の2乗イコール OAOB a o a の2乗マイナス OAH の2乗, a a の2乗ちなみに OAOB の2乗 OAOB というのは OAOBNA、えー、の半径とスモール a と NB の半径スモール b の和になりますから A プラス B の2乗マイナスこちらの OAH のこの長さは A の長さから B の長さを引いたものになります。ということで計算をしてあげると。 PAPB の2乗というのは 4AB になりますよね。したがって PAPB これは正ですから PAPB イコール2倍のルート AB ということになりますよね。これが1番の解答です。では2番です。2番は C1C1 というのは何かというとこちらの円ですよね。こちらの円の半径を R1 にするというふうに言われています。求めようと言われているのはルート R1 分の1、R、を AB を用いいて表しなさいということですけれども実はこの括弧2番の攻略のポイントは括弧1番で PAPB の長さをこちらの直角三角形で求めましたよねそれがこの右側の図ですそれではなくて実はこの PAPB の長さというのはこちらの黄色いマーカーが分かるでしょうかつまり C1 という円の中心を C1 OC1 とといいうにうにしたんでですすけどちょっと見えにくいですよね,こ,ちらねこの中心とこの OA を結んだものねこの長さねそこからこちらの直角三角形を利用して PA と P の長さを求めることができるそしてこの右側のこの黄色いマーカーで色をつけた直角三角形のこの P と PB の長さを求めることができるこちらの斜めの長さは えー、B の長さと半径 B とこちらの半径 R1 ですよね先ほど、えー、申し遅れましたけれどもこちらの長さは半径 A と R1 の半径の和ですよねここは、えー、この直角三角形のこの高さはこの全体の A からこの半径を引いてあげたものがこの高さですよねつまりここの横の長さは出ますよねこちらも同じようにこちらが先ほど半径と半径と分かっていましたから B からこちらの C1 の円の半径 r h を引いたものがここを引いたものがここの高さになりますよねつまり三平方の定理でこの横の長さがそれぞれ求められるんだというのがこの2 2番のポイントになりますそこでこちらの作図を別な形で抜き出して書いてみましたちょっとご覧くださいこれが2番ですね そこでまずこの PAP1 こちらの長さを考えたいんですね。ちょうどこの横の P1PA の長さはこの上の黄色いマーカーの横と同じですよね。しかもこの O から smallA と書いたのが円 A の半径ですね。R1 と書いたのが円 C1 の半径なんです。つまり斜めは A プラス R1 になります。こちらに書いた式はそうなんですよね。この高さが どうなるかというと半径が A でしたから円 a の半径が A でしたからそして円 c 1の半径が R 1でしたからこの高さ青いギザギザマークをつけましたけれどもこの高さは A-R になりますつまりこの横の長さというのは PHPA の2乗はイコールこの斜め A プラス R1 のとじの2乗マイナスこの高さカッ A-R1 の2乗で求めることができますつまり 4倍の AR1 ですから PHPA はこれ2乗がついてますので√の 2√AR1 になりますよねそこで次にこちらの直角三角形まず NB の半径が B でそして NC の半径の半径が R1 でしたからこの斜めは B+R1 ですそこからこの今度高さ NB の半径が B でしたからこちらの B から C1 の半径 r つまりこの横の長さ横の長さの phpb はこれの2乗ですね phpb の2乗イコール斜め b+r1 プラスの2乗マイナス高さマイナ b-r1 の2乗を計算してあげて4倍の br1 が出てきます2乗ですから phpb はイコールルートがつきますので2倍のルート BR1 になるわけですよねさてこちらの問題は先ほど PAPB の長さが2ルート AB でした1番でここが2ルート AB それを今分割したんですね PHPA のこちらの長さと PHPB のこちらの長さを足したものが先ほど1番で求めた2ルート AB になるんだということで式を組み立ててあげましょうそれがこちらです今お話をした通り PAPB が 2ルート a b、p h p a が2 √ー a r1 プラス p h p b が2 √ b r1 というふうに式を作ることができます。では両辺を2で割ってあげて計算を進めましょう。えすると√ a b イコールルート a r1 プラスルート b r1 ですよね。ここのルート a r1 というのは√ a かけるル r1 のこと。 ここのルート BR 1というのはルート B× ルート R のことだからルート R でくくってあげましょうそしてルート R で両辺を割りましょうこのような形になりますよねそしてさらにこの分子ルート AB でまた両辺を割りましょうするとどのようになるのかというとここに書いてある通りルート R1 分の1イコールルート AB 分のルート A プラスルート B です さてこれをそれぞれ分けてあげればこのような形になりますよね。ここはルート a が約分して消えます。こちらはルート b が約分して消えます。さて結論です。動かしますよ。結論はルート r 1分の1イコールート b 分の1プラスルート a 分の1です。これがカッ二番の答えです。ではカッ三番です。カッ三番はいよいよ全化式を考えていかなければ求めることができない問題なんですよね。 じゃあどのようにしてやっていけばいいのかというと今括弧2番のヒントで C の1円 C の1の円を利用して PAPB を求めたじゃないですか今度は次に C1 と C2 を絡めてこの2つの円を絡めて同じようなことをやってあげるんですよ PA と PB の長さをこの C1 のみならず C1 と C2 を絡めて PAPB を求めてあげるそしてさ,さらには 次に今度はそれができたら C1C2C3 を絡めてやっていくこれを順次やっていくわけですよもうその辺のところまでやれば大体方向性見えてくるからそんな方向でやってみますよするとまずこの赤いところ見てこの赤いところこの赤いところは円 c 1の中心ね中心と円 c の中心をここ結んでるわけねこの斜めねそれがこれね円 c 1の半径が R1 ね 円 c 2の半径が R2 ね。だから斜めはさ、R1 たす R2 になるじゃないこの高さどうなるかっていうと、この高さはさ、この半径ね、この高さね、C1 の半径が R1 じゃん。R1 からこの C2 の半径 R2 を引いてあげればいいじゃんこう。そうするとこうなるじゃん。ということで、この横の長さね、横の長さはこう追っかけてきてもらえると、えー、結果的にはね、P1、P2 というのは、ここね、この横の長さというのは2、R、2ルート R1、R2 になるわけですよ。そしてこの 緑緑緑を見て緑緑これはこの直角三角形で考えてるんだけどここの中心はさ円 c の中心ね。ということでまずこの斜めってどうなるかっていうと斜めはさ OA のつまり円 a のこう半径が smallA だったじゃないそれに、えー、この C の,2の半径 R の2を足せばいいからそれがこれでしょここ、えー、斜めが A プラス R の2ね。 でこの高さがどうなるかっていうと高さはこの全体の半径 A からこの C の2の半径の R の2を引いてあげたらいいじゃないこれだからここの横の長さというのはどうなるかっていうとここに書いてある通り追いかけていってくれれば PAP2 は PAP2 はイコール2倍のルートの、えー、AR2 になりますよねって話ですさらにはえ実は今この長さ緑で求まったこの長さ赤で求まったこれねこれねこの青いところはささっきやったじゃないさっき 何かというとは2になるよねっってやったつまり、えー、緑を足す赤を足す青を足せば Pa から Pb になるっていうのが、えー、次にやろうとしていることなんですよね。そこでちょっと動かしていいかな。そこでね方針なんだけどこの辺まででいいかな。 今後の方針なんだけど今ルートの Rn 分の1が問われているわけで全化式を作っていきたいえどういうふうに作ればいいかというとルートの Rn 分の1とルート Rn プラス1分の1の関係式を作りたいんだということになるわけでしょそこで今 NC1C2 を交えて PAPB の長さは一番最初求めたじゃないこちらの長さはねで今今度はえそれをベースにしてさその答えをベースにしてえ2ルート AB だったかなえこちらの PAPB の長さは 今度はこの PAPB を分割していってこの PAPB は赤いやつねこれイコールこの PA えこちらの P2 ね PAP2 プラス P1P2 ねこちらねプラス P1PB ねというふうにして分割してあげることができるじゃないって話になるわけよそうするとこの PAPB っていうのはこちらに書いてある通りカッコ1番でやった2ルート AB ねこの緑は今さっきやった説明した 2ルート AR2 ねプラス赤いやつは先ほど説明した2ルート R1R2 ねこの PHPB は2ルート BR1 ねっていうふうになるわけですよそこでちょっと動かしますよこの辺までよろしいでしょうかそこで今度はこの式を変形していきたいんだけれどもうまく変形していきたいわけねこの 2というのが全て割れるから2で割ってあげた式を今ここでえと書いたでしかも括弧2番でね、えー、ルート AB イコールルート AR1 プラスルート BR1 を LA と実は置いてる場所があるんだけどそこでこれを使ってさこの左辺をさ書き直してあげるわけよこれでよろしいでしょうかこのルート AB をルート AR1 プラスルート BR1 で書き直してあげたそしてこの 緑緑はは緑赤は赤赤青は青ねでこの黄色いマーカーで丸つけたところは消えちゃうじゃないということで何が残るかっていうと残ったものはこれだよね。ルート AR1 でこれねイコールルート AR2 ね残るのがルート R1R2 ねそこで共通しているのがルート R2 が共通しているから残ったものをルート R2 でくくってあげたそうするとこれってどうなるのかっていうと実はこれ一気にまず両辺を えー、ルート R2 で割ったと同時にこれルート AR1 で両辺を同時に割るっていうふうにすれば答えが今ここまで来るわけ、えー、ルート R2 分の1イコールルート AR1 分のルート A プラスルート R1 ねこれほらまたこれ分数分けてあげるとどうなるのかちょっと見てもらっていいかなするとルート R2 分の1イコールルート R1 分のル 1> 1ね、プラス a 分の1という風になります、えー、これまず一つ重要なポイントになりますよ。ここで今目的は、えー、先ほども申し上げた通り、えー、ルートの rn 分の1とルートの rn プラス1分の1の関係式だよねそれを作りたかったわけなんで、えー、実は次に何を今度は追っ始めるかっていうと今度はもう一つ円を巻き込むわけさ c1 の円 c2 の円プラス c3 の円ねこちらね小さいけど巻き込んでいこうよって話。 えするとねこの緑の方見てくれるかな、えー、円 A の中心 OA から C の中心ねこちらに今こう線を伸ばした半径 A と、えー、こちらの小さい C の半径 R3、えー、そちらを足してあげたのが斜めだよねこの高さはどうなるのかっていう高さは A の半径からこのちょっとしたねこの高さ、えー、R3 を引けばいいよねこれがちょうどそれになるわけだそうするとこの横の長さね横の長さ PAP3 と本当はもう本当はこの下じゃないんだけどここなんだけど、まあ、同じだからね 横のそれとあとこのちっちゃいこの赤いさ直角三角形 C2 と C3 の中心を結んださえ斜めの長さを使ったこれね拡大するとそれはどうなるのかっていうとこれ C2 の半径が R2 でさ C3 の半径が R3 だから斜めはさ半径と半径を足したもので高さはさ この C2 の半径から C3 の半径引いたのが高さになるから C2-C3 ねそれで P2P3 の長さ横の長さが出るわけじゃないこれは P1 と P2 の長さになるからこれはえ先ほどもやった通りなんだけどえ斜めが R1 と R2 を足したもの高さが R1 から R2 を引いたものになるので三平方でさっき出した通りこれはもっとその前に出したやつだね P1PB はえどうなるのかっていうと 2√B の R1 ににななるるよねっていう話になるこれを使うわけで。ところで話戻るけどこの緑で書いた PAP3 の2乗ねつまりこれは横だよね横の長さねこれを今求めようよって話だから横の長さの2乗は3平方でこの斜めの、ね、A プラス R3 ねそれの2乗から高さね A マイナス R3 の2乗引いてあげればいいよねっていうことで 4, 4倍の AR3 になるよね2乗だから えー、PAP3 はどうなるかというと、えー、2倍のルート AR3 になりますよね。で次にこの赤いところでちっちゃいやつ拡大したやつで見てくれれば分かりやすいけど、えー、P2P3 のこの横の長さの2乗は斜めの2乗から縦の2乗を引いてあげればいいから結論から言うと見てもらえれば、えー、P2P3 の長さはイコール2ルート R2R3 になりますよね。するととこの緑と この PA と PB のこの横の長さは緑の横と赤の横と青の横とこの黒い横ねこれ全部1234つ足してあげたやつになるじゃないって話よ少し動かしていいかなするとこれ動かすとこの話よ PAPB の長さは PAP3 プラス P2P3 プラス p 1 p 2プラス p 1 p b になるわけでしょでは今求めたことをベースにさちょっと動かしていいかな動かすとどうなるのかっていうとこの辺まででいいかな えすると PAPB っていうのはこれはかっこ1番で求めた2倍のルートの AB だよね。PAP3 は今求めたばっかりだ2ルート A ルートごめんなさい2倍のルート A の R の3ねプラス次に P2P3 は2ルート R2R3 ねプラス次に PHP2 は2倍のルート R1R2 ねプラス PHPB は2倍のルート BR1 になりますよね。 2が全部共通してるから2で割り算してあげるとこの式になるじゃない、えー、そしてこれ「あ」って書いたけど、えー、それ先ほどあったんですよねこれ後で使う「あ」だよみたいなことで書いてあったのが実は括弧3番にあったんですけれどもこれを使ってこのルートの ab ねルートの ab を、えー、書き換えてあげようよって話を動かしていいかな、えー、するとこのような形になりますよねとりあえずここまででいいかなするとこのルートの ab はこの右辺に書いてあるやつねこれで書き換えた でオレンジのマーカーとオレンジのマーカーのところが消え,な消えてしまう黄色いマーカーと黄色いマーカー消えちゃうから残るのはこれが残るこれが残るだよねそれぞれそしてこちらの右辺の方は、えー、ルートの R3 が共通してるから振ってあげるとこのような形にな,なりますよねよろしいでしょうかそしてここは一気に、えー、とルートの R3 で両辺割るのと同時にこちらの、えー、左辺のルート AR2 で、えー、同時に割っちゃうするとどうなるのか するとと結論としてはここまででいいかな、えー、ここを同時に割り算をしてあげるとこんな形が出てくるわけルート R1 イコールルート AR2 分のルート A プラスルート R2 って出てくるからこれまた分けてあげるとこれルート R3 分の1はイコールルート2分の1プラスルート A 分の1が出てきます。 ではここまでをちょっとまとめてみるとどうなるのかというと実はルート R1 分の1ってこうだったじゃないそしてルート R2 分の1ってこうなったよねルート R3 分の1ってこうなった何かこう関係式がはっきり言って見えてきたよね全化式作成するとすればルート R の n プラス1分の1はイコールルート R の n 分の1プラスルート a 分の1ってなりませんか ?n を1から234っていうふうに増やしていけばいいでところでこれもう少し考えやすくするために ルート r の n 分の1を c の n とすればこの式は c の n プラス1イコール c の n プラスルート a 分の1ってなりますよね。でここから全化式を使ってさちょっと動かすよ。一般項にしていこうよ。えー、まず今ここに書いたね c の n プラス1イコール c の n プラスルート a 分の1だよね。これここに書き写したよ。だからいいかな。動かすよ。さらにじゃあここからいこう。 えそうするとどうなるのかっていうとこの式変形するわけじゃない c の n プラス1マイナス c の n イコールルート a 分の1だよね、えー、ところでこれ等差数列だから初項がえ c の1で交差がこれねルート a 分の1の等差数列になるわけだから等差数列を使っていこう c の n イコール初項これね初項をプラス括弧 n マイナス1の交差ね d ねルート a 分の1計算してあげると c の n イコールルート えー、b 分の1プラスルート a 分の n になるわけじゃない。えー、ところで動かしていいかな。はい。c の n っていうのは置き換えたよね。ルート、えー、r の n 分の1を置き換えたわけだから結論ね、えー、ルート r の n 分の1イコールルート、えー、b 分の1プラスルート a 分の n っていうことになりますよね。ここでね、さっきね、えー、出したばっかりだけどルートの r の n 分の1っていうのはイコールルート b 分の 1>, 1プラスルート a 分の n って今出したんだけどえさっきそうだったっけって思われた方いらっしゃいますよねきっとだってささっきさルート r 分の1っていうのはイコールルート r1 分の1プラスルート a 分の1ってなってたわけよ。確かかめてみようかえつまりルート r1 分の1ってルート b 分の1プラスルート a 分の1だったから。 ここねすり替えてあげて代入してあげて確かめてみてあげると実はルート A 分の1とルート A 分の1になるから実はこの式 N を2にしてあげるとちゃんと正しいよねみたいなことがわかりますよねちょっとあの同様にもう一つやってみよう同様に実は、えー、とルート、えー、R の3分の1これは先ほどルート R の2分の1プラスルート A 分の1だったわけね今しがた R の2分の分っって動かしすぎちゃったねこれだったよねこれだったからここのところをこのルート b 分の1プラスルート a 分の2にすり替えてあげて計算するとちゃんとルート b 分の1プラスルート a 分の3が出てくるよねつまりこの先ほど求めた n を3にしてあげるときちっと出てくるよねってことが分かりましたよねさらにはさらにはこのルート r の n 分の1イコールルート b 分の1プラスルート a 分の n っていうやつの n を1にしてあげると一番最初のところで求めていたルート r の1分の1イコールルート b 分の1プラスルート a 分の1が求まりますよね。つまり従ってねさっき求めたねルート r の n 分の1イコールルート b 分の1プラスルート a 分の n っていうのは正しいよねってことがわかるわけですよねここでね。 ちなみにこの3番の答えですよ。これが3番の答えです。よろしいでしょうか。では4番の解説をいたします。え、4番は、a と b が、a、a+b=1 プラスイコール1を満たしながら動くとなっているんだけれども、実はさ、a っていうのは、これはさあの、円 A の半径だからプラスでしょ ?b も円 B の半径だからプラスだよね。ということは、a+b=1 プラスイコール1を満たすということはさ、 実際には A は0から0小なり A 小なり1だし B は0小なり B 小なり1なんだけれども思い出してほしいことがあるのよ。A と B を足して1になるっていうのはさ極形式のところでさこんな話なかったでしたっけこれをまさに思い出してくれれば発想してくれれば実は A, A を sinθ の2乗と置いてさ B を s シー θ の2乗と置いてあげればさ実は A プラス B は sinθ の2乗プラス cosθ の2乗イコール1って満たすことができるじゃない しかも a も b も0から1の間だからこれ図で見て分かる通りシーターは0から1の間ってことは2分の π ラジャマまでじゃん0小なりシーター小なり2分の π ラジャになるよねってことがここでさ使ってほしい発想なんですよ。ということで動かしていいかなこんな話でさ。ということで要はルート r の n 分の1イコールルート b 分の1プラスルート a 分の n っていうところの A と B のところにそれぞれサインシーターの2乗をコサ c o s ーの2乗入れてあげればこうなるよね。ルートが取れてつまり、えー、ルート r の n 分の1っていうのはコサインシーター分の1プラスサインシーター分の n ってなるわけじゃない。よろしいでしょうかただ右辺がシーターになっていてシー,ターの関数になってて左辺がルート r の n 分の1ってさちょっとこれよくないから f シーターというふうに置き換えてあげてねこの式。 fθ イコール cosθ 分の1プラス sinθ 分の n って考えてあげて増減表だよ。増減表を書いてあげれば最大値求めたいものが見えてくるという寸法ですよね。では fθ が分かったところで増減表を書くためには微分しなきゃダメじゃないで今これ微分していく微分をしていくこれまあ追いかけてくださいよ。そうすると f'θ っていうのはイコール cosθ の2乗分の sinθ マイナス sinθ の,の n 倍の cosθ になる。 でこここまででいいかなそうすると赤いボールペンで書いたんだけど分数の分母を通分してあげたつまり F'θ は F'θ はね、えー、まず分母一つに先頭にほら書いてあげてさ sinθ の2乗 cosθ の2乗分の1にしておいて後ろを sinθ の3乗マイナス n 倍の cosθ の3乗ってできるじゃない で今これがさ0になるのを考えたいんだけど後ろのここが0になるしかないじゃない。ということですよ。するとちょっと動かすよ。ここまではい。するとこのンシー θ の3乗マイナス n 倍の cosθ の3乗が0になるつまりここねこのインねこれ左辺って書いてあるのはこのことねこのことこれ因数分解したいわけよで n っていうのはこれ3乗に揃えてあげると n の3分の1乗でこうくくって3乗にすることができるじゃない。 3乗引く3乗の因数分解って実は、えー、方式あのルールあのやり方の決まりを知ってるとすごくやりやすいんだけどまずこの3乗引く3乗っていうのはさこの3乗をさ心の消しゴムでっていうかな消しちゃうのよなかったものにするのこの,この3乗をするとこれサインシーターでしょなかったものにするからマイナスでしょでこれは中身ねこれなかったものにするからこの中身ここに書いてあげればいいわけつまり n の3分の1乗コサインシータをまず先にここに書く そしたら後ろはねはまっちゃうの前に書いたもので後ろはもう確実にあるルールに基づいて決まっちゃうのどういうルールかっていうと先頭のンシータを2回かけるつまりンシーターの2乗ね前と後ろをかけたこの逆符号つまりマイナスがついてるからプラスにして前と後ろに書いてあるやつを書いてあげるそして最後はこの後ろこれを2回かけるマイナスは2回かけるとプラスだ2回かけるとこうなるよねって話それが3乗引く3乗の因数分解だ 3乗3乗すも今と一緒同じルールで覚えてください。公式で覚えるんじゃなくて、そういう覚え方をした方が絶対身につくと思います。で、つまり、ここでね、ポイントになるのは、後ろ見て、正って書いたけど、これ実はさ、sinθ ーーは、さっきも言ったけど、0から1の間だったじゃないえ ?0 からっていうか、えー、0小なり sinθ ーー小なり1よ、cosθ ーーも一緒よ。だからこれ正なのよ。正で正で正なのか、絶対正なのよ。0にならないのよ。ということは、この、 サインシータの三乗マイナス n 倍のコサインシータの三乗がゼロになるためには、ここゼロにならないから、これがゼロになるしかないのよ。よろしいでしょうか。つまり、サインシータマイナス n の三分の一乗コサインシータがゼロになるしかない。だからこれがゼロになるようなシータってなんだろうねってことを考えていかなきゃいけないよね。これからちょっと動かしていいかな。それを考えるためには、この辺まででいいかな。 するとこれさ、えー、マイナスの n の3分の1をコサインシーを右辺に移行するよ。こうなるよね。そして実はこっからさ、ちょっと面白いことやるのよ。コサインシータで両辺割るのよ。実際には割れるでしょ。0じゃないからさ。そうすると、コサインシータ分の3シータイコール n の3分の1乗になるじゃん。コサインシータ分の3シータって何タンジェントじゃん。タンジェントシータがイコール n の3分の1乗になれば0になるってことよ。そういうシータアルフ α として考えるけれども、 このシーターがこのシーターがええー、とアルファの時に n の3分の1乗を満たすという風に考えてしまえば、その時0になるねそこで、今ねタンジェントアルファが n の3分の1乗のところで、要は f ダッシュシーターが0になるよね。ってことになったわけだ。 ということで増減表を作ってあげるんだけれどもこの増減表、えー、0から α のところがマイナスになっているのと α から2分の π ラジアのところがプラスになっている大きな理由は何かというと実は α っていうのがタンジェントシーーのグラフの,の中のどこかにあるわけでねこのシーターが α のところで、えー、縦軸が n の3分の1になっているこの点が f ーを0にしてるわけこの点が0ねだからこっから上はこっから、えー、このエリアよ えー、アルファが2分の π ラジアの間はプラスだしここは0だからそしてここから下ねここはここが0だからマイナスになるよねってことになりますということで θ、えー、が α の時に極小値を持つことが分かるということですよねさてここが分かったところで実は動かしていいかなここまででいいかなこうしましょうか、えー、そうすると えー、従ってねシーターがアルファの時にルート r の n 分の1は最小になる最小ですよね極小値だからだから逆に言うと考えるとですよこれ分数じゃないですかルートの r の n 分の1で最小ということは逆にこれがひっくり返ると r の n ねひっくり返れば最小じゃなくて逆だから最大になるということになりますよねそしてちょっとここまた動かしますよでねここで 最大値を n を用いて表すことを問題は、設問はそれを求めてるわけだ。だから計算していこうよって話。えつまり、タンンジェントアルファがイコール n の3分の1乗だったわけだよね。タンンジェントアルファっていうのは書き直しをするとさ、コサインアルファ分の3アルファじゃない。イコール n の3分の1乗だ。これをこの記号にしたよ。アルファはもちろん0から2分の 1π ラージアンだえ。そしてもう一つだ。これとっても大事ね。 サインアルファの2乗プラスコサインアルファの2乗は1だよね。必ずこれそうだよね。重要な公式だ。これ絡めていこうよって話を。つまりこの1番のこの,このやつからね、えー、サインアルファイコールに直すと、n の3分の1乗コサインアルファになるじゃないこれをこの2番に入れちゃおうよ。ポコッと。そうするとどうなるのかって話ですよ。ちょっと動かしていいかなすると。はい。 するとどうなるかっていうとこういう形になるよね。n の3分の1乗を cosα のとじの2乗プラス cosα の2乗イコール1になるでしょ。これ2乗計算してあげると n の3分の2乗 cosα の2乗プラス cosα の2乗イコール1だから cosα の2乗でくくり出そうよ。それがこの式でいくよ。それがこの式になるよね。するとえこれで割ってあげると。 両辺を n の3分の2乗プラス1で割ってあげると cosα の2乗が出るじゃない。cosα イ,イコール1プラス n の3分の2乗分の1と出てくるこれ3番にした。するとこの3番からさ cosα イ,イコール1プラス n の3分の2乗分の1からさ2番のさ sinα の2乗プラス cosα イ,イコール1に代入すればいいじゃんここに。するとこうなるでしょ これ計算するのよ。つまり移行してあげるとこうじゃん。sinα の2乗イコール1マイナス1プラス n の3分の2乗分の1だ。これ1はさ、えー、通分してあげてこういう形になるじゃない計算しようよ。計算してあげると1が消えるから、要は sinα の2乗は1プラス n の3分の2乗ね。ちょっと2が小さくてごめんなさい。1プラス n の3分の2乗分の n の3分の2乗。ということでまとめるとここまでだよ。sinα の2乗イコール1プラス n の3分の2乗分の n の三分の二乗、コサインアルファの二乗イコール一プラス n の三分の二乗分の一というふうになりますよね。そこでちょっと動かしていいかな。今サインアルファの二乗とコサインアルファの二乗を出したんだけど、今うちら何をしてたんだっけってことになるじゃない、えー。それちょっと見失いがちになっちゃうから、ちょっとこういう形で動かすよ。よろしいかな。これで見えます。これでいいかな。今ね私たちがいったら何をしてたかっていうと、要は FC だって何だったかっていうとルート r のの n 分の1を fθ と置いたわけよ、えー、関数が θ だったからつまりこのルート r の n 分の1のえ問題で r の n の最大値を知りたいぞって言ってたわけで今これ fθ は最大値じゃなくて極小値が出てきたわけで最小値が出てきたわけだけどもこれ逆じゃん関数が分の1だからだから最大値を求めるためにこれひっくり返して二乗すれば r の n が出るのねで今ここではさここでは fθ で今やっていたから ここの今 fθ=cosθ 分の 1+sinθ 分の n というのを α に置き換えてあげるとこうなるでしょここまでいいかなえそうするとさ今ねここで α っていうのはこの範囲だよねだからえ0から1のこの範囲だよねって書いたけれども今さ sinα の2乗というのは、えー、1+n プラス、n、の3分の2乗分の n の3分の2乗だったことからさ プラスでしょサインアルファは。だから、サインアルファイコールプラスマイナスのルートじゃなくてもマイナスいらないから、ルートのこの形になるわけじゃない。で、同じようにさ、ちょっと動かしていいかな。同じようにコサインアルファの二乗もさ、やればさ、コサインアルファイコールこれもプラスだから、プラスマイナスいらなくてルートのになるじゃない。これをさ、それぞれこちらの中に代入してあげようよ。いいかな。コサインアルファのイコールをここね。 サインアルファをここね入れててあげるるとどううなるのか動かか動ししいいでしょうかするとさこの形になるのよ。Fα イコールここが何だったかって cosα だからこの cosα をここに入れました入れました分の1ねプラス n かける n かけるここ sinα だったから sinα のところにこの sinα を入れましたになるじゃん。でこれってさ分数分の分数の話だからもう少しシンプルにしてあげようよって話よ。 いいくかいいかなそうするとこの形でさシンプルにできるじゃんこっち側はルートの1プラス n の3分の2乗だよねここねこれはねプラス n かけるだよ n かけるこれはこれが分母にくるからルート n の3分の2乗分のこっちが分子にくるからルート1プラス n の3分の2乗になるじゃないちなみにここだよねこの発想力赤い点点点点破線で書いたんだけどこれ実はさよく考えてみると。 これじゃないルートの括弧 N の3分の1乗の2乗じゃないルートの中に同じ数が2つあればルートいらないよねということでこの子は N の3分の1乗にならないということでここの部分は書き直すとこうなるでしょつまりこの緑のところの計算ができるよねって話になるつまりこの緑のところの計算は n かけるこれは N のマイナス3分の1乗のことになるから1引く3分の1のことだ,ことだから n の三分の二乗になるわけじゃない。いよいよ結論。この話でいいかな。すると、f アファというのはルート。一プラス n の三分の二乗プラス。n の三分の二乗かけるルートの。一プラス n の三分の二乗って、とりあえずひとまずここまで。いけるよね。 いいけたとところででささらにさよく見てみるとルートの中が同じじゃないですかだからこれルートでくくり倒してあげるとどうなるのって話ここ1があるから1プラスこれだよね n の3分の2乗で括弧閉じてルートの1プラス n の3分の2乗じゃないこれってどういうふうに考えればいいかというと実はさこのルートが付いてるやつっていうのは括弧で考えると2分の1乗でしょということでこの話になるから Fα というのはイコール。 プラス n のののの分分乗乗っじてやれますよねそれでここでとっても大事なことは忘れちゃいけないのは実は Fα って書いてるのはルートの r の n 分の1なんだよねってこと分の1の値であるんだよねってことは絶対忘れないでなんでそんなこと言ってるかっていうとちょっと動かしていいこういうこと。されれてるののはこれじゃないのよ R の n の N 最大値なんだからひっくり返してるから最大値になっちゃうのよ。極小値はあの最大値になっていくのよ。つまりルートの R の n 分の1をひっくり返して二乗すれば R の n が出るでしょって話よ。大丈夫かなだってこれをひっくり返して二乗しないとこれ出ないじゃん。この形にならないじゃん。ということでこれから一体何をやるのかというとちょっと動かしていいかなつまり C の N の半径 R n のね最大値 R の N ってどうなるのかっていうと今出してるのはこれだよ Fα というのがイコールルートの R の N 分の1なんだからねつまりこの Fα がこの形なんだからだからこ,れこの両辺をひっくり返して二乗するんだよだから左辺はひっくり返すとこうなるじゃんひっくり返して二乗だからこの式じゃんこの式が R の N のこと言ってんのよだからこれを計算すればいい つまりどうなるのかっていうとこの形だよね。F の α っていうのは一体何だったかっていうと1、1、1プラス N の3分の2乗とじの2分の3乗なわけよ。分の1ね。それの全体の2乗。Fα ってそうだったっけって一回動かしていいじゃん。動かすよ。Fα だよ。Fα って、ほら、これだった。これが Fα よ。だから、このところに、これで見えるかな ?Fα のところにこれが入るわけだから、これいいよね、これね。それの2乗。 それを計算したものが戻していいここでいいか。それを計算していけばいいわけだからこれが r の n のことを言ってるので r の n は計算すればこれ2乗だから2分の3乗のところが3乗に変わるよね。よろしいでしょうかこれがだから答えですよ。最大値ですよ。そして a の値を聞いてるから a の値って a イコールサインのアルファの2乗だったじゃない。ちなみにサインのアルファの2乗ってもうさっき あの回答してたんだけどもこれ実は A イコール1プラス N の3分の2乗分の N の3分の2乗ということになりますよねここで答えですまとめますよまとめると答えはどうなるのかというとこういう答えですはい。要は R の N は A イコール1プラス N の3分の2乗分の N の3分の2乗のとき最大となり最大値は1プラス N の3分の2乗とじの3乗分の1が最大値ですよということになります それでは答えのまとめです。えー、1番の答えは、papb=2 イコール2倍のルート ab です。2番の答えは、ルート r1 分の 1= イコールート b 分の1プラスルート a 分の1。えー、3番の答えは、ルート r の n 分の 1= イコールート b 分の1プラスルート a 分の n です。そして最後、4番の答えは、a=1 イコール1プラス n の3分の2乗分の n の3分の2乗のとき、最大値は、括弧 1プラス N の3分の2乗とじの3乗分の1となりますこの問題かなり計算が大変な問題でしたいかがだったでしょうか受験勉強を頑張られてくださいお疲れ様でした